メヘラーバード国際空港は、イランの首都、テヘランの中心空港であったが、大部分の国際線は2004年に完成したエマーム、ホメーニー国際空港へ移された。メヘラーバード空港は、エマームホメーニー国際空港と比べて、テヘラン都心に遥かに近い。イラン航空、イランアーセマーン航空、サーハー航空などの整備拠点がある。また、空港敷地に隣接して、 航空機整備会社のファジュル・アーシアーン社のハンガーがあり、空港とはキャラジテヘラン間の高速道路を横切る、誘導路で接続。同社はイラン航空やマンハーン航空など多くの航空会社の機材を整備している。エマーム・ホメーニー空港への国際線の移転は、たびたびの延期もあり、段階的なもので、まず、ペルシア湾岸諸国への便から移転された。 現在、サウジアラビアへの巡礼便以外のほとんどの国際線がエマームホメーニー空港へと移転されている。日本語ではメーラバド国際空港と英語綴りの影響による点火で表記することもある。南東東から北西西方向の滑走路には2%の勾配があり、アプローチの方向によっては着陸時に地面との角度がきつく感じられる。国際線。 エマアムホメーニー空港への国際線移転により、非共用、国内線、貨物、国際線のターミナルとして使用されたが、最後まで残っていた若干の国際線も2008年1月21日をもってエマアムホメーニー空港へと移転。同日、以下に示すイラン航空及びイランエアツアーズの国内線がターミナル4.6から移転された。これは、 ピーク時におけるターミナル4.6の混雑と駐機場不足のためであった。イラン空軍が使用。ハーツターミナル。2007年8月供用開始。巡礼用。巡礼機の大量需要を裁くため施設改良された新ターミナル。ジッダビン及びマディーナビンが発着する。イラン航空、マーハーン航空、サウジアラビア航空が使用。政府専用。 以前は国内線到着用ターミナルとして利用された。ありがとうございます。